なんだっけ、あ、読み方忘れちゃった。磯辺餅みたいなやつ買った。これと、なんか肌が綺麗になるらしいプラセンタゼリー買った。1週間たっぷり潤うって乾燥がすごいから、これ食べてちょっと顔が潤うかなって。調べたらね、なんか顔綺麗になるらしいよ、が買ったでもこういうのさ、なんか美味しくなそうだよね。美味しくないかなって思ったけど、綺麗になりたいから買ってみた。マンゴー好きだから。綺麗に撮った写真に後ろの方に赤髪がいるのが自分。あとで探そう。来週、そう来週だよ、大丈夫。投票に着くこと忘れなかった。そう、天才だから忘れなかった。ゆうせいくんだ、こんばんは。配信来てくれてありがとう。はじめまして、嬉しかった。イエイ。インスタもフォローしてくれて、めっちゃおしゃれインスタグラマーみたいやったこの餅、この前ドンキで買ってみた。え、美味しいよこれ。しかも200円なの。おすすめ。今日前髪変なんだよね。冷蔵庫入れておかなくて大丈夫？わかんない、冷蔵庫に入れないといけないのかな。でもな、書いてないよ。あ、保存方法、日光を避けてくださいって書いてある。もちまるカーテン開けないから大丈夫引きこもりだから開けないの絶対汚い。で、眩しいの嫌いだからあんまカーテン開けない。もちまるもちまるごめんない。ドライフルーツとゼリー買った。本当にいいやん、美味しそう。キムチパンチバカにしてる。効果あったら買うじゃあこれ毎日、毎日じゃないや、食べて味とあれなんていうの、効果をレポートするどうなんだろう。でも調べたらなんか美味しいって書いてあったの。美味しいならいいかもって思って買ってみた。だし綺麗になるなったらよくない。最近肌荒れがすごいからちょっとこれを食べてみようって思った。あと日焼け止め買ったの。あとカラーシャンプー、なんかピンクシャンプー使ってくださいって言われたんだけど、ピンクシャンプー持ってなかったからピンクシャンプー買った。間違ってないよねこれ、ピンクレッドだって。これとシャンプー混ぜてくださいって言われたから買ってみた。これが一番高かったかも。ピンクシャンプー、カラーシャンプーなんか楽しいよね、色がついてるから色ってなる。キムチパンチ見つかんないと思いますけど絶対に見つける。ワンマンのランチ、キムチ子3枚連れて帰った。そうなの、お迎えしてくれてありがとう。写メ送ってよ、写メ。がっつり埼玉住み、埼玉仲間だ。埼玉のスタバ飲んだ、めっちゃ美味しかったからおすすめ。日中部屋暑くならない、確かに。あとでじゃあリビング置いてくる。カーテン開けないとか同じじゃん。そう、なんかね、なんで開けないんだろう、わかんないけど、めんどくさくてめんどくさいから開けてない。推しに会いたい、推しちゃんは大切。牛ちゃん会いたいね。浜だけちゃん見つけたら今度教えてください。後で見つける。どこら辺だっけ、後ろの方だっけ、後ろの方か、後ろの方で赤い髪の毛の人でしょ。探すね。もちもちパンチパンチありがとう。さ、明日もライブはあるんだけど、明日はもちまるお休みなので、次会えるのは23日の祝日の金曜日。なんか横浜のなんだっけな、なんか英語で読めなかったんだけど、なんかブロンズみたいなやつに出ます。横浜ブロンズかな、読み方わかんなかったけど、なんかそんなやつに出るよ。みんな会いに来てね。バンザイジャパンは出番が2個になったの。なんとかっていうグループさんが、なんだか忘れちゃったんだけど、なんかどこかのグループさんが
で亡くなった分かな、バンダイジャパンが何時と何時かな忘れちゃった、大事なとこ忘れちゃったけど、2回出るのでね、とてもお得ちゃんなので、みんな会いに来てね。ちょっと横浜遠いけど会いに来てほしいの気持ち。あとは土日ね、土曜日どこだっけ、土日確か今週は遠征組と都内に残る組で分かれてのライブなので、いつもより全員で出る時よりね、出番が多かったりするかなって感じだから、みんな会いに来てほしいの気持ちだよ。推しちゃんどこ、どこだ、推しメンちゃんどこだ、どこだ。ふまさんもう20万ポイントいたか、もちこのイベント前に達成できそう、やった。もちこのイベントでも意外と参加する人がなんか少なそうで、私ともう一人アイドルさんと、あともう一人はなんか外国の人なのかな、アイドルのファンですみたいな方がいらっしゃって、なんか少なそうだから勝てるかなって、ちょっと調子に乗ってる今見た24万、あと26万ポイント頑張れー。みんなコマさんに星とかねカウントしてあげてね、アバターもらいに行くチラチラチラ、スピードワゴンさんこんばんだい、調子に乗ってるもちまるちゃんかわいいとか言ってね、全然ボロ負けかもしれんけどね。今の髪色はピンクが混ざってる、そうなんかミルクティーっぽくしたいですって言って、なんかちょっとピンク味が欲しくなったらなんか混ぜてみたいな。でもピンクシャンプーって結構色が入るから、なんだろう、なんかピンクすぎたなって思ったら使わなくてもいいよみたいな、ちょっともうちょっとピンクにしたいなって時に入れてねって言われた、そうなんだって思ったから買ってみた、ピンクシャンプー。でもピンクちょっと混ざってる、でもちょっとずつベージュっぽくなっていくかなという感じで、なんかまた白っぽくなってきた気がする、ミルクティーというか白っぽいかも。いたらもちもちパンチしてパンチ油断大敵そうなの、めっちゃ強い人が来るかもしれないからね、まだまだ油断はできないけども、参加者そうなんか増えてないみたい。シャボンで遊んでたゆきちゃん、そうシャボン玉楽しいよこれ、まだ残ってる、見せてあげるよシャボン玉ショールーム嵐、どんな人たち。シャンプーで色、はい、そう入るんだって、か金髪とかにしてる人がピンクシャンプーとか使ったらちょっとピンクになるのかな、白っぽくなってきたね、そう白っぽい、ライト当ててるからっていうのもあるかもだけど、ちょっと白っぽいかも。もちもちこゆきりちゃん白振ってくれてて嬉しかった、かわちい、もちもちいい色やん、やった。そうこれまだ残ってるからちょっと見せちゃおう、わっ割れた白髪も染まるかな、どうだろう、見えた。あなんか部屋がちょっとなんか濡れちゃったシャボン玉のこれなんなの、タレがいっぱい落ちた。これがシャボン玉知ってるよって感じだよね気づいたの、静岡のライブ中なんやけどね。そうなの、静岡楽しかった、次は日本橋、みんな来てね。まだまだちょっと寂しいなって感じなので、みんな会いに来てくれたら嬉しい。もちこ可愛かった、やったありがとう、嬉しい。今日は何に出たかな、今夜もとってもダンスでダンスとバンザイジャパンと何に出たっけ、ジャンピンナップジャパンもうパッて出てこないね。そう3曲出た今日は、急遽ね30分枠になってびっくりしたよ、朝起きたら今日ライブ30分になりましたって、
ってびっくりした。出る曲全然変わってて、最初は何に出る予定だったんだっけ、トイロと願い星に出る予定だったのにどっちもなくなった。さすがに遠すぎる。そっか。こんばんない、マッキー、こんばんない、こんばんない。シロ3回出した、シロ見えた、ありがとう、嬉しい嬉しい。ペンライトあるとね、見つけやすいから好き。いっぱい見た、気づいた。楽しかったね、ライブは楽しい。ねむねむちゃん、次は、次みんなに会えるのは23日だから2日後かな。ちょっと寂しいけど、みんなまた会いに来てね。今はシロは今もちこり、いやリマさんもシロかな、リマさんと私がシロかな。バンザイジャパン人数多いからさ、色かぶりが結構いるんだけど、シロは多分他リマさんだけだと思う。ピンクとかはいっぱいいそうだよね。シロはモチとリマさん、そうだよ、多分2人だけやと思う。あんまみんなが何色かそこまで知らないかも。そろそろ寝るね、おやすみモチマル、おやすみ。夜遅い時間なのに来てくれてありがとう。ちょっとドンキ行ってたら遅くなってた。さあとね、よかった、なんか日焼け止めが安くなってたから、スプレーの日焼け止め塗るのさ、ちょっとめんどくさい時あるじゃん、寝坊した時とかから、そういう時はこれにしようかなって。韓国のやつなんだっけ、メディヒール、なんかパックとか有名なやつの日焼け止め買ってみた。今日はね、いろいろ可愛くなれそうなものを買った。お餅とプラセンタゼリーとカラーシャンプーと日焼け止め。今日のもちまるショッピング、そんな感じでした。あ、本当にね、最近ちょっとお肌が荒れ荒れちゃんだからね、可愛くなりたいの気持ち。暑いと思ったらこれか、扇風機回してなかったんだ、涼しくなった。昨日ね、このピヨピヨちゃんとお風呂入るの忘れちゃったから、今日はこれ連れていく、ちっちゃなピヨピヨちゃん、もちピヨちゃんだよ。お友達できた。あ、寒くて窓閉めた？そうなの？寒いなんて、もうもちまるの部屋は暑くて死んじゃうよ、汗だく、エアコンが欲しい。エアコン欲しい。友達かわいいでしょ、これね、静岡の駄菓子屋さんで買った60円のピヨちゃん。わー、友達落ちた、すぐ友達落ちた、かわいいでしょ、セクシーなの、唇が分厚くて海外の女みたいでしょ。唇ぼってりしててセクシーなの、もちぴよちゃんねーん。あれ、喋らなくなった、あ、喋った、かわいいやろ。今まだまだアケパだと風邪ひく？そうなの？そっちの方は涼しいのかな。うちまるのうちの周りは暑いわ。私玄関にカエルがいて家に入るの大変だった、カエル嫌いだから。うわ、カエルいるって思って、どうしようって思って、ママにまだ窓じゃないや、ドア開けてもらって全力ダッシュした、危なかった。家の中入ってきたらどうしようって思って、うわーって走ったの。カエルに勝ったよ。終わろうかな、15分経ったからね。最近の配信するときいつも眠いから、いつも顔が眠そうかもしれないけど、部屋片付けないとね、今ね床が見えない、
トランク開けて衣装とかなんかとっちらかっててやばいからね。と片付け、頑張ってお片付けして寝るぞーの気持ち。カエル危ない？だってキモいから。カエルキモいから嫌い。カエル外で激ごっこじゃないや。激ご激ごうるさい。もちまるのお家なんかね、窓によくカエルが張り付いてるんだけど、昨日カエルがなんか画かな、なんか餌を食べる瞬間をねカメラに押さえた衝撃映像だった。なんか自然の世界だなって思って、生きるっていうことが大変だなっていうのを見たのでもちょっとカエルとかさキモいじゃん、から嫌いな人もいると思うからツイートとかしないんだけど、すごかった。バクって食べる瞬間を撮った、おーって思った終わり。そうそう、殺虫剤を持ち歩かないとお家の前に虫がいたら帰れない。わかる、本当に虫嫌い。なんでいるの、キモすぎて無理ってなる。虫はどれも好きじゃない。でも一番嫌いなのは芋虫かな、キモいから。なんかイモイモしてるやつとか、あのギジギジみたいなやつが無理、キモキモってなっちゃう。虫嫌だよね。虫とお化けだったら虫の方が嫌だ、気持ち悪いからああ終わりにしよう。眠眠なので終わります。明日はライブには出ないんだけど配信はするからね、みんな遊びに来てね。芋虫食べる企画今後ないといいね。芋虫を食べろって言われたらじゃあやめるかなアイドルをちょっと、虫とアイドルだったらちょっと虫を食べれないかな、ちょっとすいませんやめさせていただきますってなるかもし虫を食べろって言われたらでもうちはやめることを考えるよちょっと虫は食べたくない、どうしても食べたくないから。やかな、今日もかわいいかわいいでした。またねまたね、のしのしのし、おやすみもちまるゆきちゃん、おやすみなさい。毎日眠そうな顔で、ああうわあくび出た。毎日眠くてごめんの気持ちだけど寝まーす。あ、寝ますじゃないや、片付けてお風呂入んないと。お風呂さ、なんかボタンピッて押したら終わんないかな。お風呂いいんだけど頭かかすのめんどくさいんだよね、わかる頭かかすのがめんどくさくて困っちゃう。ごめんね、アヒルさん忘れずにお風呂連れて行ってあげてね。連れていくアヒルちゃんねん。あれ、お風呂でシャボン玉しようかな、ちょっと愉快すぎるピューちゃん連れて行ってお風呂でシャボン玉やったら楽しそう。でも今日は眠いからいいや、今日は眠いからいいや、ピューちゃんだけにするわ。じゃあみんなまた明日ね。金土日のライブもご予約お待ちしてます。土曜日はまだあれが出てないのか、なんかチラシみたいなの出てたっけ、もし出てたら告知するね。で日曜日は1本目だけ時間が出てる、12時何分みたいな、12時くらいのが1つ出てて、もう1個の渋谷なんとかみたいなところのがまだ出てないんだけど、あの大抵がね出てないんだけど、何時だろうね知らんけど、土曜日、あ、嘘、日曜日は2個、土曜日は1個だっけなって感じ。みんな会いに来てね、金曜日も待ってます。なんか残りわずからしいので皆様お待ちしております。イエイ。あと31日のワンマンライブね、これめっちゃ来てほしいやつ。とっても広い会場だからスカスカだと寂しいからね。みんなたくさんで埋めたい。あ、やば、ライト切れちゃった、充電が。終わります、みんなバイバイ
ライトがもうすぐ切れちゃった。ありがとうございました。バイバイ。